皆さんこんにちは。こんにちは。本日は上京して気づいたら英語になってたというゲストにお越しいただきました、花見愛さんです。こんにちは、花見愛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなことってある？ねえ、気がついたら。いや、ない。ねえ、ただこれいつもより僕ね、座ってる席がですね、近いんですよ。あ、確かにそうですね。めちゃくちゃいい匂いするんですね。嬉しい。エロい匂い。アホっすね。これは今日俺頑張りますよ。気づいたら英語中になってたってどういうことなの？私もともと滋賀県出身なんですけど、東京に上京しようってなって、で上京して、で知り合いもそんなにいなくて、でとりあえずあんまりつながりもないけど、やっぱりつながってる人を探して、でその人、知り合いって言ったらあれなんですけど、その人に連絡して、で久しぶりにご飯行って喋ろうってなったら、その人がたまたま英語とかで働いてるってなったの。仕事どうするのって言われて、まだ何も決めてないってなって、え、よかったらそのやってみたらみたいな言われたことってある。それで、あ、じゃあやってみようかなみたいな感じで始めました。じゃあその人がコンビニの店員さんだったらコンビニ入られたかもしれないし。あ、そうかもしれない。そんなことってある。そうかもしれない。そんな無計画で行ったんですか？無計画でしたね。怖くなかったですか？怖さはなかったですね。勢いで、もう2、3着、服2、3着ぐらい持って、光棒で、ビヨン。行動力があるというか、ね、なんというか。行動力っていうのか。行動力行動力なくはないね、でもね。まあ、そうですね。なくはない。なくはないけど、計画性、計画性はないかもしれない。計画性はない。全くないですね。今思ったら、危ないですね。上京する前って何されてたんですか？あのブランドの仕事。結婚式のプロデュース的な。あ、そうです。普通に。すごい。一から考えたりするんですよね。あ、一から、そんな感じですね。その人と話し合って作り上げる。ちなみにこれよく聞くんですけど、そのブライダルの方とその、カップルがこう来るじゃないですか、はい、ありますよ、その旦那さん側が、いや俺も年貢の納め時だよみたいな感じのなんか話から入ってきて、なんかね、最後もう一花咲かしたかったぜなんていう感じから、こういうのってあるんですか？ないですね。ないんかい。セクハラですよ。あ、そうか。あくまでもクエスチョンですよ。クエスチョンね。今後の、皆さんの参考ないんですか？ないですね。仕掛けられたこともないですか？ないですね。どうなんでしょう。いいんじゃないかな、ちょっと。私は聞いたことないですけど。いや、なくていいんですよ。ない方がいいんですよ。嘘なんだ、あれ。ファンタジーの話でしょ。あ、そう。すみません、失礼しました。真面目だったんだね、レイちゃん。真面目でしたね。オンライン診療は、ウエストクリニックへ。辞めて上京するときに、なんかこういう仕事しようとかは考えてなかったんですか？何も考えてなかったです。なんで出てきたんですか？じゃあよく東京じゃなくてよかったっていう説が。ね、別に日帰りの遊びじゃダメだったんですか？その2、3泊東京で遊んでから帰るじゃダメだったんだ。もう東京だったんだ。もし万が一仕事も見つからなくてお金も尽きちゃったら帰ろうと思ってたんで、その服をとりあえず 2、3着持ってたんだ。すごい。そういうか。でも向こう行ってから何かしらのバイトをしようとは思ったんですけど、何とは考えてなかったです。すごいね。初体験はいくつの時だったんですか？初体験は中学3年生ですね。中学3年生の相手は？相手は彼氏でした。当時お付き合いしてた、はい、同級生、まあヤンキーでした。あ、ヤンキーだった。私もヤンキーでした。ヤンキーでした、初体験って。通りますよね。通りますよね。なんでヤンキーなんですか、その。いや、っていうか関西は結構多い気がする。私京都なんですけど。あ、そうなんですね。いや、関西多い気がする。それはもう初体験ヤンキーみたいな子多いんじゃないかな。ヤンキーじゃない人としかヤンキーと関わり持ってるの一部でしょ。なんかやっぱり私めちゃくちゃ田舎だったので、やっぱヤンキーって結構ブイブイしてて、俺はこうだからみたいな主張がすごいなんかキラキラして見えるんですよね、きっと。わかる。人からしたら中学生とか特になんか。そうなんですよ。これ俺中学生の時見せたら多分ヤンキーになってたね。こんな可愛い子2人をさ、
ブイブイ言わせられるんだったら俺多分ヤンキー一か八かやるよね。まあ中1で見てたら挑戦はする。うん。いや今からでも俺多分行くと思って。遅いよ。44か。オールドヤンキーね。その彼氏もそう、これその彼氏なんですけど、うん、結構やんちゃで、うん、あの毎日先生とも喧嘩したり、また殴りかかったり。先生に？噛みついたりなんかそういう噛みつくの、あの先生に向かって歯向かったり、うんうん、そっち系の男の子で結構校則も破ってる子でした。へえ。どんな校則破ってたんですか。まあ早弁とか。早弁とか。可愛いじゃん。可愛いっていうか。早弁ね。先生に噛みつくとかなんかこうなんか言ってたから、うん、早弁。許してあげないよそんぐらい。なんかあの夜に深夜にカラオケ行ったりみんなで、あみんなで集まってちょっとブイブイしている人たちと。でもやってることは可愛いですよね。まあ可愛いのか。ちなみにカラオケでは何を歌ってたんですかね。彼ですか。はい。ね、あれですね、あの尾崎豊さんの、うん、あの15の夜とか、窓ガラスとか割ったりするとか、あそう、バイク盗んだりとかっていう歌だよね。卒業とか、卒業とかね、うん、あそれも歌ってる時点でやってないと思う多分。やってないと思う。あそうか、多分やってない。やってる人間は歌わないんだ。やってない人間は歌うんだ。バイクは盗んでないでしょ。だから彼は盗んでないですね。盗んだとしても返すよねきっとね。そうですね、きっと借りてるやつね。盗んだふりして返しますだ。あその彼とはどのぐらいお付き合いされたんですか。あんま覚えてない。でも多分結構短かったんですよね、半年ぐらい。あでもそんなもんですよね。それぐらいですよね。半年中学生で付き合ったらどうなんですか。合格じゃないですか。合格。でも半年のそのなんつうのキラキラして見えたものが半年でそのキラキラなくなっちゃうってこと。キラキラなくなっちゃったというか、うん、なんというか、うん、ダセーなみたいな。急になんか振られましたね。あ振られたんだ。へえ。はい、振られたというか同時だったんですけど、同時なんか同時にこう2人で喋っててこの関係どうするみたいな感じになった時に、あやっぱ無理だよねみたいになって、で私もなんかちょっと冷め切ってたんであれなんですけど。はあそんなもんなんだね。そうで別れてから彼もっとやんちゃになっちゃって、うん、結構ヤンキーがもっと進んで、うん、先生ともっと喧嘩しちゃったり歯向かったりするような子になっちゃって、うん、ちょっと残念というか。早弁の回数も増えて。いやその弁当が増えてるから。どんどん太ってやってる。それ部活に専念しだしたんじゃないの。ちゃんとやりなさい。多分そう。だったらよかったね。そうそう、いい別れだ。まともになったね。デビュー前は何人くらいと合体したんですか。多分11人か12人とか。それぐらいですかね。変わった性癖の方とかいらっしゃいました。あーですね、そのパンツフェチの人がいたんですよ。パンツフェチ。パンツフェチね。すごいパンツに情熱を注いでる人がいたんですよ。過去に会った人、なんかその人なんか京都旅行行った時に、うん、夜にナンパされて、うん、なかなかイケメンだったんですよ、うん、だから私もちょっとホイホイついていっちゃって、うん、まあ、でもかっこいいし楽しいしと思って、うん、で、まあ、そういうしようみたいな感じになって、うん、でシャワー浴びて、うん、私もうシャワー浴びたんでタオル1枚でお部屋に戻ったんですよ、うん、そうですよね。そしたらごめんなんだけどあのもう一回服を着てほしいって言われちゃって、うん、ごめんだね。なんでよ。私タオル1枚でもう裸タオル1枚でもうさ来いみたいな感じだったんですけど、なんか服着てほしいって言われちゃって。来たんですか。まあ一応来ましたね。頭の中のマークで。なんでそれで来て。そう来て、でなんか俺はあの着衣が好きなんだと。まずうん裸には全く興奮しないんだって言われて。幸せだな。初めて会ったけどそんなに羨ましいな。そう情熱ぶつけてくるんだね。裸に興奮しないでじゃあ普段超幸せじゃんね。服着てて興奮するんだ。ガチガチいつも中腰でいつも中腰で歩いてるみたいな感じになっちゃうね。そんな私もその当時はまだエッグやってないし性に関してそんなにあの詳しくもなかったので、うん、着衣って言葉さえも何それってなりますね。もうされるがままに一応やってたんですけど、うん、結局でも
なんだろう、ゆっくりゆっくり脱がされて、うん、そこをなんかすごい楽しそうなんですよ彼は。うん、いいなーなーとか言いながら、いいなーで、パン1まで来ました、うん、でもパンツは脱がしてくれなくて、うん、やっぱパンツ好きだから、パンツ好き、ここでまたまたカミングアウトされて、好きだから履いてた方がいいもんね。そうか、好きだったら履いてて。カミングアウトされたんですか？入れる前にカミングアウトされたんですか？カミングアウトされました。へえ。パンツ一丁でなって、パンツは脱がないの多分私聞いたんですよね、うん、だからいやパンツだけは脱がないでって言われて、うん、他はいいけどこれはダメだって言われて、脱がしてもらえないんだ、うん、もうパンツにしか持たないってないんだと。パンツにしか、パンツに言ってるんですね。多分パンツに言ってるのかもね。私は付属みたいなもんだもんね、パンツに対するね。いや、そうですよね。パンツが主役だもんね。そうですよね。パンツを履いてる人ですもんね。そう、パンツ履いてる人。パンツについてきただけだもんね。ひどい、そう。レイちゃんが。そうかもしれない。パンツをナンパしてみたいなもんだ、だから。そうそうそう。ウィズレイだからね。ウィズレイ。ウィズレイだからね。ウィズレイ。そうだ。そうだ、今思ったらなんかムカつくな。遅いやん。そうだね。悔しい。その時は嫌じゃなかったんですか？いや、もちろんキモくて、うん、キモいと思いましたし、うん、もうずらしでしか入れたくないみたいな感じで言われて、うん、で実際もうずらしてやったんですよ、最後まで、うん、やることはやったんだね、やることはやったんですけど、その、まあ、ずらして挿入する前にそのパンツの上からいろいろ前儀をされまして、うん、で彼は直接触るのも直接舐めるのも全部パンツの上からがいいと。そうなんです、直接は何触りたくないみたいな。何なんだよそれ、本当にそれ、ね、衛生上とかじゃないんですよね、別に。まあそうかもしれない、汚いでしょ。だからパンツどっちも別にパンツを触りたいんだもんね、だから、うん、パンツの上からベロンベロン舐められて、うん、信じられない。そうパン、そう、クッキーも直接クッキー触れなくて、パンツの上からやって、もう一日中履いてたんで、うん、パンツもなんかすごい恥ずかしくなっちゃった。そうだよね、うん、この人すごい喜んでると思って、なんかそこで私の感情に何かが芽生えて、はい、興奮してる自分がいたんですよ。興奮してる自分がいたんですよ。それに対して、はいはい、この人一日中汚いパンツ舐めてるみたいな。すごい S の目覚めでしょうか。いや、わかんないんですけど、うん、それにでそのままあのバイブとか取り出してきて、よくある固定バイブあるじゃないですか、うん、パンツ固定バイブ、あれでめっちゃ眺められましたね。固定バイブされて、そパンツの上から入れたりしないけど、パンツ越しに、はい、今回はランキングです。これいい話聞けたな。